日照交流発電機の簡略図に小交流は20世紀初頭の多層交流電機を配電するシステムであり、電圧の位相が90度、つまり1、4周期ずれた2組の交流電機である。通常は4本の電線で各層の電気を送電するが、1本を共通線にし、3本の電線で送電した場合もある。その時、 共通線は他の電線より太い電線を使用した。初期の二小交流発電機は、二つの回転子と境地の組み合わせを持ち、二小電気を取り出すために、それぞれの巻線は平地されていた。1895年にナイアガラの滝にて二小発電機が設置され、それは当時世界最大であった。21世紀の時点では、二小交流は三小交流に置き換えられ、 三章交流から単相交流を作り出す過程での利用や20世紀に作られた鉄道車両車再機器を除き産業では使用されていない。単相交流に比べて二相交流の利点は自己指導電動機を単純にすることができることである。初期の電気工学では交流の位相が完全に分離された二相交流を解析・設計することは容易であった。 1918年に対象座標法が発見されるまで多層交流の不均衡な負荷を説明するのに便利な数学のツールは存在しなかった。二層交流により回転次界を生み出し電動機を始動することができる。単層交流では開始手段を追加することにより始動トルクを得られる。二層誘導電動機は単層用コンデンサー始動式誘導電動と 同じような構造をしている。二小誘導電動機は、二つの巻線のインピーダンスは同じであるが、単相用コンデンサー指導式誘導電動は、その二つの巻線のインピーダンスが異なる。単相モータは、指導性能を犠牲にすることなく、コストを低減することができる。実際、いくつかの単相コンデンサー指導型電動機あるいは、コンデンサー誘導電動機は、 二相あるいは三相誘導電動機より優れた指導特性を有している。二相交流は三相交流と比較して同じ電圧及び電力量を配電するのに多くの導体を必要とする。商業的な配電は三相交流に置き換えられたが、ある制御システムでは未だに見られる。電気の脈動は変圧器と電動機にある積層板の磁気化による機械的なノイズと 発動機と電動機にある駆動軸の振動を増加させる傾向にある。二小電流の回路は二小四線で構成されている。三本の電線で使用することができるが、各層の共通線は各層のベクトル和の電流が流れるため太い電線を必要とする。一方、三小交流は同じ太さの三本の電線で配電することができる。そのため、 三小交流の方が必要とする電線の数、線の太さからコスト面から優れている。2機の単相用変圧器をスコット決戦することにより三小交流から2小交流を得ることができる。ありがとうございます。